別に、空を見ていただけだ。そうだな。いや、特にない。ん？そうか。お前たち。ん？なぜ、俺に構うんだ？え？そういうわけではない。じゃあ、写しの俺に構ったところで。お？いや、いい。だが、俺に構っても何もいいことはないぞ。お前たちは、いろいろな武器を持っているだろう。ああ。貴重なもの、名剣名刀も多いだろう。そうか。それなら、俺なんかに構っていないで、そいつらを大切にしていればいい。俺は写しだ。期待されても困る。これでいいさ。やめろ！布の下に入るな！もう！おい！布をめくるな！やめろ！こら！お前たちがやめろ！だから、離れろ、二人とも！いい加減にしてくれ！やめろ。綺麗とか、言うな。ボロボロになっていれば、俺を比較する奴なんていなくなる。え？なんでもない。もういい。俺は行くからな。
いや。ありがとうございます。いや。それで。オークション、競売のことか。うん。すみませんが。ああ、これは。言いにくいのですが。なんだって？でも。申し訳ありませんが。そんな。単なる事故なのか。恋だとすれば、随分と趣味が悪い。くそ！ああ。うん。さて、とりあえず武装した奴らがいるな。でも確かにな。警備ということは主催者側の人間だろう。捕まえて事情を吐かせるか、黒幕のところへ案内させれば。待て待て。ぶち壊す前に。そんなのんきなことを言っている場合か。そう目くじらを立てるな。おい、遊びに来たわけではないんだぞ。まあまあ。はあ、わかった。よし。ここはお前たちに任せる。ん？俺は辺りの様子を探ってくる。なーに。おい。ああ。うん。いや。え。おい。はあ。兄ちゃん。お前たち、よからぬことを企んでいるようだな。うん。
おとなしくするのはお前たちの方だ。おい、いや、薄汚い仕事をしている割に目ざといな。はあ、まあ、ふざけるな。お前らごときにはどれだけ金を積まれようと渡すつもりはない。この何、その目気に入らないな。俺なんかが相手で悪かったな。切れ。終わりだ。参る。切る。はあ、はあ、参る。はあ、終わりだ。俺は偽物なんかじゃない。これでもまだ抵抗を。いや、これは。クソ。おい、待て。おっと。お。いやいや。の。そりゃこの往生際が悪いぞ。観念するんだな、こういう輩は。やれやれ。あ、それは依頼人が騙されて競り落とした刀か。ああ、それなら。それにしても、こいつはこれはこれで。そうですね。まあ、俺にはわからない。そうか。ああ、はい。俺は別に。
暴れたわけじゃない。いやや、めろ、もういいだろ。どんなに強くなっても、所詮は写しとか思っているんだろう。